はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ウルトラマン80使っていこう。わかんねえ、この原作わかんなくて、ちょっと名前が間違ってたら申し訳ないです。80サクシウム光線使っていこう。で、これ超覚醒が全パラあったり、冬あったり、実況あったり、スキブあったり、ちょっとこの子ね、スキルブーストプラスプラスつければ9個できるし、まあ、火力も若干出るし、いや何よりね、この子ね、スキルがめっちゃ強くて、3ターンで6号マスとダブル吸収打てるっていう、これやばいっしょ。これ3ターンで打てていいのって感じあるんで、ちょっと使っていこう。で、この子は分岐というか究極進化とベースがある。ベースのこのウルトラマン83 18さん、ちょっとわかんないけど、80さんかな、ちょっとわかんねえ。まあ一応どれをいっぱい 3つ言って、どれか当たってたらちょっといいなと思って、ちょっと保険かけた。で、これね、6ターンで高速ルーレット1個生成とサブ時にリーダー入れ替わる、これがちょっとね、癖あるというかね、なかなか優秀かなって、本当に優秀なスキルだなと思って、これはいいや、これはいいね。で、マジでこの子進化前がいいかなと思ってるんだけど、まあ、この究極進化もうこれスキル強いし使っていこう。今回は新百式、まあ、新百式で試運転していこう。ゴッドガンダムとシャナで使っていこう。シャナはね、まあ、これマジで強い本当に強い。これ2ターンでこれ耐性と百式はダメージ軽減ね。で、アシュリー無効貫通とスキブで、ジャスティスは冬つけてプラスプラスで、強化プラスいらねえかな、ヒーダメージがいいかな。で、アワリン、ホノリンか、無効貫通と付属性比か。で、803にスキブ、ウルトラマンさんに、これつけて、マーベルかな、キャプテンマーベル。で、フレイは、まあ、無効貫通にしてますよ、してますよと。で、10連かな、雲と2ターンチャージ、覚醒無効。で、距離、やっぱ距離が強え、たこ焼きめっちゃ持ってて強え。で、副属性火にしてきた、この子も火力出るしね。アルビスか、副属性火と耐性か、これ強いね。で、ゴッドが十字架マグニートやってこう。よし、もうマジで勝てる気しかしねえ、本当に負ける気がせんな。 OK、 やっていこう。ここちょっと無効貫通していこうか。まあ、これアルビス打っちゃって、アルビス先空打ちしとこうか。で、シャナ打って、シャナ打って、で、3ターンチャージ、3ターンチャージ、シャナ打っとこうか。シャナとジャスティス打っとこうか。ジャスティス打っといて、あー待って、これフレイちょっと相性悪いかなこれ。あー、でもいっか、これ打とうか。あのね、フレイがね、回復力上げるんだけど、回復力上げるスキルがね、これ重複してるんだ、ジャスティスとちょっと被ってるんで、そこだけちょっとさ、なんかちょっとあれかなと思って。 OK、 これでいこう。向こう貫通組んで、もう突破していこうか。これもうどんどん突破していこう。いや、百式もやっぱね、簡単にはなってる、正直なところ。簡単にはなってる気がする、まあ、気がするだけっていう、まあ、あれかな、新戦術が出てきたから、簡単に見えるっていう錯覚を起こしてるかもしれない。アイゼンかな、いつから新百式が、新百式があれっていうね、弱いと錯覚していたみたいな。で、これ打って、これシャナ打とうか。シャナ打って、 L 軸見て、ちょっと待って、これ多すぎなこれ多すぎやで、多すぎれんな、ちょっと多すぎれんなんで、ちょっと多すぎれんですね本当に。これ待って、やばくね、これこれでできてる、危ねえ危ねえ。これでまあ耐久していこうか。あ、決まっちゃったな。これ倒すよね倒すよね、 OK、 まあいいでしょう。オーシャンランス OK で、これちょっとさ、これ打とうか。距離打ってさ、距離打って、でゴッドガンダム打って、まあ L 字していこうか。 L 字をしていこう。オッケー。で、回復エレジも、まあ、若干このウルトラマンサクシウム光線さん持ってるんで、ちょっと使っていこう、これ、エレジ。ちょっともうちょっと含めたけど、ちょっとしゃあない、これは。もう、無理。これで、オッケー、回復して、倒せ。いけ。あぶねえ。ちょっと待って、息止まりかけたわ。これ、発狂ねえんだ。
この子発狂ねえんだ。息止まったわ、これ。これ打って。ちょっとこんな感じで。これで OK かな ?OK、OK。いやー、やっぱね、これ分割難しいわ。このゴッドガンダムプラス、ここら辺打つとさ、マジで分割難しくて、難しいと。突然の方向、OK。何その、ハライチ。ハライチみたいな。突然の方向って。これ吸収か。うわ、火と闇か。これね、こっちからどうか。これね、サクシウム光線さん、これあるんだけど、これはね、うわ、爆弾残った。これはもう撃った方がいいと思って、もう撃った方がいいんだけど、次にあれが来たらやばいな。あいつジェルン、ジェルンね、水のジェルンね、水ジェルンが来ると結構しんどいかな。これ T 字してみる。 T 字はいらねえか。 OK、 これでいこう。分割して OK、 爆弾も消して、これで L 字も若干から振ってるか。15コンボ16、オッケー、倒せ、オッケー、よっしゃー、倒して、で次4階層か。水もう来んな、水もうフラグやねえか。振りじゃん、盛大な振りじゃん、これやべえな。これちょっとまずいな。これまずいんだよな。あと2ターンか。でもね、このやっぱね、スキルがたまんの早すぎて、スキルたまんのめっちゃ早くて、これはちょっと強えわ。これ4ゲシも含ませてた。ちょっとこれ幸いにも色あったので、この子をちょっと削っていこう。若干削っていこうか。削れます、 OK。 でここね、ゴッドガンダム打つと終わるね。普通に終わっちゃうんで、盤面終わるんで、これ気をつけようか。4ゲシして、 L 字もして、 OK、 これでいこう。4ゲシ力高いね。プレイがやっぱ強えわ、これ。で耐久していこう。50万60万近くあるね。でこれ打って、いやこれ3ターンに1回打てちゃうの本当に強いね。素晴らしいです、これ打って、でちょっとこれ無効貫通しよっか。色ある、あるね、あるあるある。うわー、ここか、ここに、ごめん、ピンポン。インターホンになって、ちょっとパズルミスったわ。インターホンでパズルミスった。 OK、 これで打っていこう。まあ、耐久できたわ。耐久できてます。ちょっと疲れてる。ちょっとインターホン出て疲れてる。でこうして、これここにこうして、こうか。いや、4ゲシして、ちょっと回復頑張ってくんねえか。回復頑張って。あ、頑張るね。すごい頑張るね。 OK、 倒して、素晴らしい。いや、いいや、強えわ。本当にこれ強い。マジで当たりキャラかね。当たりキャラだ、これ。うん、これでちょっと。で、この子ね、まあ結構、これ、距離打とうか。この子は、正直、まあ実を言うと、さっき取った。さっき新着式取ったんだけど、ボツになった。普通にボツになったので、これ知ってるんだけど、これ、マジで、交渉か。いやー、それ分割難しいな。こうか、 OK。 待って、もうこれ決まってる。決まってねえな。うーん、ダメだ。座って。本当にね、これまずいね。結構ね、これまずいね。で、結構さ、このコメントとかでさ、こうなんつうの、パズルなんとかとかさ、なんかなんていうの、これこうして4ゲシしたいな。4ゲシして、こうだ。これね、なんかパズル、なんかなんていうの、パズルを指摘するコメントあるじゃん。よくあるやつ。パズル指摘するコメントあるじゃん。倒せ。いや、あれはね、まあ、普通に、プライベートでやってたらミスらないよ、そら。ミスらないんだけど、あんまりね、ミスらないけど、やっぱり、こう喋りながら、実況しながら、いろんなとこ見ながらってやってるから、さすがに、まあそれはちょっと、マルチタスクなんでちょっと難しいと。そこだけ言わせていただきたい。で、これ打って、
あ、これで OK かな。L 字して OK。これで分割、ちょっとつなげていけそう。OK、これでいこう。これでちょっと削れて、11コンボ。いいよ、これで倒せる。いや、いや、すごい。すごい火力。めちゃくちゃいい火力してんな。うわぁ、水か、水が続くな。水続くな。いや、こいつはちょっとどうなんだ、こいつは。待機もできて OK。で、俺さ、PDC、この編成で PDC 叩いたけど、全部耐えれるかな。ダメージは全部耐えれるはず。これ、色、何？ルーレット。闇、回復、火、あ、同じか、同じか、よくしよっか。ちょっと噛みすぎやな。噛みすぎやな、ちょっと。これ待ってね。オッケー、うまい。4ゲージもかました。うまくね。うまくね。これで13コンボしていけ。この子6コンして。削りよろし。削りよろし焼き物やつやな、これ。で、ルーレットやべえな。ルーレットガチでやべえな。これ耐久して、これ耐、ちょっとこれ打とうか。色いっぱい作ってさ、色いっぱい作ってさ、ちょっといっぱいやってこうぜ。ちょっと4ゲシは4ゲシ L 字かな ?L 字かな。あ、そこ L、あれか。これ難しいぞ。無理。妥協。諦める、諦める。これで、火、来ないか。40万ありまして、耐久はでき、耐久できるかな。あ、できんね。余裕やな。余裕すぎんな、耐久。これ打って、これ打って。え、これ作れ、いけそうやな。ここいけそうやな。ここ頑張ろうか。うわ、でもちょっと難しいわ。ちょっと4消しして。それ早く火になって、早く火になって。あ、待って。もうちょっと今ちょっとミスったんだけど。L 字組んだわ。L 字決まったわ。ちょっと今ちょっとさ、右手がおかしかったんだけど。右手がなんか変な動きしちゃった。やべ、ミスった。これ打って、これ打って、OK。これ、これで、ここに組んで、ここに組んで、うまい、うまい。OK、これでいこう。これで倒していこう。いいぞ、これで倒していけるかな。闇吸収は大丈夫ね。え、やべえ、つえ。濃紺いけるぞ、これ。頑張ったら濃紺いけんの、これ。これ距離忘れずっていこう。あと 2かで、毒弾くかな。あれ弾かねえ、ま、待って、やべえ。弾かねえか。これ打って、でもうここのこの子はもう出番終わっちゃったかな、まあ、L 字があるか。 L 字っていう覚醒スキル持ってるから、もうあれか、あれか。ちょっと待って、足んねえ、足んねえちゃんだこれ。らんねえちゃんじゃねえぞこれ。足んねえちゃんだ、タンネちゃんだこれ。これタンネちゃんで L 字くんだ。いいわ。うわ、毒ちょっと嫌やな。毒嫌だ。あ、削れへんのか。ちょっと削れんのか。耐久して、うーん、距離を打ちます。ちょっとこれいけそうやね。ここの色はいけそうな感じが。火で作ってきたし OK。 これで回復も作って、お、いいね。いい盤面じゃん。いい盤面だけど、ちょっと分割がむずいなこれ。4消ししたいな。やめとこう、やめとこう、やめとこう。やめとこう、やめとこう。これ、ちょっと、ちょっとこれでいいや。まあ、ちょっとでも、回復力あんな。回復力普通にあるわ。回復力5倍。あ、え、待って。え、シャナっていつの間に、あ、回復力ついてるのこれ。え、嘘。え、シャナって回復力5倍あったっけ。え、ついたのこれ。え、嘘。知らんかってんけど。知らなかったこれ。嘘。え、めっちゃ強いじゃんこの子。やべえな。で、これちょっと10コンボして、やべえな。ちょっと最近のパズラはね、情報量多すぎな。情報量多すぎて、ちょっと多すぎれんので、多すぎれんですねこれ。で、これ10コンボ回復頑張って。うわ、嘘。倒した。倒したけど、これ耐久できるこれ。いや、コンテしたくねえこれ。待って待って、これコンテしたくねえこれ。
コンテも視聴コンテも使っちゃった全部今日全部使っちゃった耐久できてよっしゃー